これがうちで飼ってるパンダ柄の錦鯉ですね。鱗はドイツで、模様は白黒だね。可能性があるのが釣り物、まあ、白釣りとべっ甲、白べっ甲、まあ、白釣りは、まあ、白黒なんだけど墨がこう連続した形状の釣り墨を持つってあるんで、黒の範囲もかなり大きいんじゃないかな。白釣りは連続した墨の形状で、白べっ甲は点々とした墨模様ってあるから、墨がこう点々と箇所箇所でこうまとまって墨になってるって感じ。べっ甲、白べっ甲、白べっ甲こう点々とまばらに墨がなっている。うちのパンダ柄もまばらに点々とあるから多分白べっ甲だと思うんだよ。なのでドイツの白べっ甲だと思われる。ちなみに白写りに火模様を乗せると昭和三色、白べっ甲に黄色を乗せると大正三色らしいですね。あとね、クモン竜ってやつも白黒なんだけどよくわかんねえな。クモン竜はなんか墨の色が動きやすい、香水読んで白地の中に沈み、黒模様が沈み、水温低くなると発現する傾向を持っているって書いてあるから、まあ、変わるのかな温度によって。クモン竜はわからん、おそらく白べっ甲っぽい、ドイツの白べっ甲だと思う。よろしく頼む。こっち水替えしちゃったから透明になったから、シジミ透明だと餌なくなるからね、あっちの池に持ってこうか、ワイルド池とか。ちょっとこれだけ移してこいよ、すぐ。どっちに入れようかな。こっちの方が透明になってほしいからこっちに入れる。グリーンウォーターじゃないんだよな、こっちでも。こっち入れるか。